皆さんこんにちは。ゼルダ無双ハイラルオールスターズプロデューサーの林です。この動画では2016年1月21日発売のゼルダ無双ハイラルオールスターズ、こちらをプレイを交えながらご紹介したいと思います。で、この紹介に先立って、一緒に紹介してくれる方を紹介しましょう。こちらの方です。はい、ゼルダシリーズの総プレイ時間は多分数千時間の声優の青木瑠璃子です。よろしくお願いします。もうゼルダシリーズものすごく詳しい青木さんですからね、はい、いやなんかだんだんそう言っていいのか危ないのかっていう感じもしてきましたけども、はい、愛なら誰にも負けません。頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。でところでなんですけど、なんか先ほどから画面の端っこにふよふよしている妖精さんがいらっしゃいますね。彼女はですね、はい、ゼルダ無双で主人公のリンクを助ける妖精プロクシーちゃんで、はい、今回この動画で来てくれて、うん、青木さんにいろいろアドバイス、ゲームのワンポイントはプレイのアドバイスしてくれるそうなんで、はい、よろしく。よろしくね。早速ゼルダ無双ハイラルオールスターズをプレイしていきたいんですが、まずこのタイトルなんですけども、はい、ゼルダシリーズと無双シリーズの、まあ、コラボレーションになってます、うん、で、まあ、そもそも無双シリーズってどんな遊びなの？そうですね、はい、ゼルダファンはまだそうなんですよ。でそこからまずちょっとご説明しようかなと思いますので、はい、実際に遊びながら、説明させてください。はい、じゃ早速やっていきたいと思います。はい、無双シリーズっていうのはですね、はい、一等戦の爽快感といいまして、うん、簡単なボタンアクションで、爽快なアクションを繰り出してこう敵を一気に投げ払っていく、それが無双シリーズの醍醐味です。なのでいっぱい出てますよね、敵が。そうですね、はい、こういう動きは今までのゼルダになかったものですので。そうですね、気持ちいいなと思って最初やらせてもらいました。アクロバティックないろいろなアクションがですね、弱攻撃と強攻撃をこう出し分けることでいろんな攻撃が出せますんで、それで敵を倒していきます。で、はい、今出てきましたけど、敵を倒していると必殺技ゲージという左上の黄色いゲージが溜まっていきます、はい、でこれが全部溜まると必殺技が打てますので、敵がいるところで A ボタンと、こういった必殺技、これキャラクターごとにいろいろありますけど、こういった必殺技が打てます。なので、アクションゲーム得意じゃない方も、気持ちよくこう遊んでいただけるのが無双シリーズの、特徴ですね。はい、これプロクシちゃんですね。もしかしてついに私のところにも妖精が、はい、プロクシちゃん来ました、はい、で彼女がこのゲームゼルダ無双での、この主人公のリンクに従う妖精さんで、いろいろアドバイスしてくれます。はい、もう150人も、はい、でいろいろ何をしたらいいかっていうのは、はい、この実際に下の画面の地図ですとかそういったところに出てくるので、例えばこっちに行きなさいとか、この敵を倒せとか、そういったことがリアルタイムにいろいろ起きますんで、それでこの戦場を駆け巡ってこの戦場をクリアに導いていくっていうのがその遊びですね、はい、なんかさっきからちょっと強そうな人たちが、はい、パラパラ出てきたりするんですけど、このゲージがあるのは強い人、はい、そうですね、小隊長といいますか、その部隊の、はい、ちょっとこう隊長なので、そういったキャラは少し強いので、そこはちょっと慎重に戦っていきましょう、うん、はい、で今下の方の戦場のところにこうバッテンマークが出てますんで、これ、これはここに行きなさいということなので、はい、実際に棒見ながら進んでいきましょう。白いバッテンが、はい、見た。お、あ、なんか強そう。戦場に行くといろいろお話というか、戦場の状況がどんどん切り替わっていって、そこに合わせて自分がどこに行って、活躍しなきゃいけないのかっていうのが遊びになりますんで、ただ目の前の敵倒すだけじゃなくて、今のその戦場の状況に合わせて自分がどこにこう進んでいったらいいのかっていうのを考えるのが、そんな遊びになります、うん、注目もできるんですね。そうですね、今みたいなここ出てきた敵なんかは強いボスキャラクターですので、はい、アルガというキャラクターですけども、十字ボタンを使うと注目というのができます。はい、こうして一騎打ちで戦っていきましょうか。はい、これは知ってるやつです。
今攻撃するとそうですあれがですねみたいな、はい、あこれですね出てますね、はい、敵はですね特定の攻撃を出した後にウィークポイントゲージというのが表示されてその間に攻撃をするしてそのウィークポイントゲージを全部削ると、はい、今みたいにあの特別なウィークポイントスマッシュというのが出せますので、うん、じゃあリールにこれを今ダイにすると、はい、そうですねこういうスマッシュが出るとおミッション成功はいあ開きましたはいあこうやってミッションをクリアして進めていくとそうですねミッションをクリアしていくとまた新しいところに行けたりとか状況が変わっていきますのでそれでいろいろあのどんどんゲームが進んでいきます、はいあ、もしかしてあ、いつものやった爆弾ですさっきから地味に岩があるのが気になってましたゼルダシリーズはいろいろなこうアイテムを途中手に入れて、はいまあ、それでこう突破していくっていうような遊びがありますけど、うん、このゼルダ無双はその無双シリーズのいいところと、まあ、そういったゼルダシリーズのオマージュっていうものが、はい、を融合したタイトルですんで今みたいに途中でアイテムを手に入れて、うん、それでこう突破口を切り開いていくみたいな遊びがあります、はい、これを爆弾で壊 す, そうです、ね、R ボタンでゼルダシリーズといえばもうおあつらえ向きに、はいはい、よしそういったなので、まあ、ちょっと簡単な謎解きみたいな要素もありますはい、はい、あプレイヤーチェンジはい今回ですね、はい、3DS 版ではいろいろなプレイアブルキャラクターをリアルタイムに切り替えていくプレイヤーチェンジというのが入ってまして、はい、下画面に顔が出てるキャラクターをタッチすると、うん、そのキャラクターに瞬時に切り替わりますで今ゼルダ姫が、はい、奥にいますね、操作可能になりましたのでじゃあ行ってみましょう、はい、ここで切り替わりました出た、はい、あまたアクションが違いますねす軽やかな感じ今回のゼルダ姫はおもう単純に囚われるだけじゃないそうですねあのなんかルピーみたいな中に入っちゃうやつじゃないこれこそゼルダの伝説ですおー、はい、リザルフスと戦うんだぞなんかあの A ボタンの下に、はい、なんかパールっぽいのが3つあるんですけど、はい、これはあのゼルダ姫 の, あの、はい、特殊なあれでして、はい、これを溜まってる状態で、はい強攻撃を打つとあのコンボの時ですね、はい、あのいくつか弱攻撃打った後の強攻撃がパワーアップするっていう要素が入ってるんですねそうなんですね、はい、これもちなみに爆弾で壊せますかこの岩、まあ、それはゼルダシリーズではねマジでいけいけあ近いいて、はい、あなんかいいハートが出た、はいでまあ、草も、ね、今みたいに枯れますし、はいはい、あそっかそうですよ、ね、あ本当だなんかいっぱいトライフォースみたいなのが安易に落ちてますけどあ魔法の壺も取れましたそうですねこれは魔力ゲージといってこれも貯めていくと、はい、あの専用のアクションが出せるようになりますあんまり道草してないでじゃあ早速戦場行きましょうかはい、はい、これ、まあ、砦ここの砦に、まあ、今来なさいって下の方で、はい、砦を、はい、制圧せよとありますのでこれはこの砦の中今右側にゲージ赤いゲージがありますけど敵を倒すとこの赤いゲージがご覧のように減ってきます、うん、でこのゲージを全部ゼロにすると砦の中にボスが出てきますのでその砦、うんうん、ボスを倒すとその砦を自分の味方 の, あの軍のものに、はい、制圧できますはい、だいぶ片付きましたよあ来たこれだはいまだまだお弱いぞやったー、はい、この砦が赤から青に変わって、はい、自分の味方のものになりましたなりました、はい、そうすると今度また新しいミッションが出て岩壊してくれ壊せ壊した岩を壊しましたそうすると合流できましたこれでリンクと合流できましたはいやったこういった形で戦場の状況がどんどん切り替わっていきますはい、はい、本当これ切り替え機能いいですねそうですね、戦場でまあ一気当選の自分の操作するキャラクターを一気当選の活躍をして戦場の状況をどんどんこう良くしていくっていうのが無双シリーズの醍醐味ですのでそれをこうキャラクターチェンジですね今誰を操作してどうやって今戦場のこのあれ苦境を超えようかみたいなそういった遊び方ができますねじゃあリンクに今度また泉の方に切り替えてみましょうかはいあそっちの逆ですね逆はい白側ここで今、はい、なんか魔法陣が出てますのでなんかすごいなんか発動してくれっていうんで発
そうしましょう。で、出たー大妖精さん。いつもの位置にほくろがあります。まつげもバサバサです。あトロプシーちゃんは成長するとこんな風になるんですかね。あ、そういうことなんですかね。そう考えるとなんかちょっとあのままでいてほしいような気がする。お、特段が、おお、超ビッグサイズ。はい、これは怖いですね。大王星さんの力を借りて、はい、また戦場の状況を一気に、はい、すごい好転させました。あ、これは知ってる気がします。これはあのゼルダシリーズおなじみのね、キングドロンゴというキャラクターですね。おお、はい、出た。ゼルダ無双はですね、その戦場にそのままボスが出てくるっていう風になってますんで、うん、この戦場にこうボスが暴れまってます。あ、もう、迷わずノーリアクションでいきましたけども、ゼルダ、はい、あのゼルダシリーズではもうおなじみですよね、はい、キングドドンゴさんといえばっていうので。そうですね、ボスにはあのそれぞれ有効なアイテムがありますので、はい、有効なアイテムを実際に選んであのタイミングよく仕掛けると、うん、ボスには非常に有効です。はい、で、あの今マーク出てますけどウィークポイントゲージというのが出てきますので、まあ、これをしっかり削ると、はい、ボスの体力削れます。おお、転がる転がる。なんか基本いつもこうリンクと、あ、1対1っていうのが多いですよね。そうなんで、ボスはこう見ると本当大きいんだなって思いました。そうなんですよ。あ、今ですこいこい、もぐもぐ、はい、よし。そう、これなんですよ、キングドドンゴの倒し方は。もう伝統的な、ね、倒し方がありますのでそうなんですよね。あ、これで一気にダメージ与えましたね。やったー。あとちょっとかな。これでですね、十字ボタン。今コロ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 。十字ボタンの下を押す。してみましょうか。はい。これはですね、魔力のゲージのある間、自分のアクションが今素早く動いてますね。はい、はい。あ、倒せたこれで。はい。やったー。これで倒せました。こういうことなんですね。はい。最後にですね、ちょっとした小ネタをご紹介したいと思います。でゼルダの伝説ってもうこう長い続いてますんで、いろいろな伝統があるんですけども、はい、今回ゼルダ無双ではそういった要素をですね、なるべくこうネタとしていろいろ入れてます。さっき草買ったり壺を壊したりしたらアイテム出てきたのは、あーと思いました。そうですね、はい、で一つあの皆さんのトラウマになってるようなネタもしっかり入ってまして、コッコっていう、あ、いますよね。そうですね、はい、切りつけるとちょっと大勢でみたいな。ちょっと見てみましょうか。はい、はい、いました、コッコです。いましたね。でもその前に宝箱を開けます。じゃあ、はい、遠慮なく、なんてことをするんですか、なんてことをするんですか、なんてことをするんですか、宙に舞うコッコ。あ、飛んでいく、なんてことをするんですか。あ、赤くなった、敵になったということでしょうか。これはコッコの逆襲に注意せよ、気をつけます。これかゼルダシリーズで、はい、あのまあ、コッコっていうのがあの出てるシリーズありまして、そこで、まあ、こう攻撃をしちゃうとですね、痛い目に遭うっていう要素が、そうですね、ゼルダシリーズにあって、そう、攻撃はできるけど基本的にしない方が、じゃないとこうなるんですよ。わー、いっぱい来た。はい、はい、その辺もしっかりネタとして入ってますんで、コッコはステージにいるけど、うん、まあ、今みたいに攻撃しちゃうと、ご覧のようにコッコの逆襲で、無双ですね、特にあのステージ中にコッコが、はい、コッコの増援、成長にさらに出現、ね、ものすごい攻撃、え、めっちゃ強くないですかこれ、ものすごく攻撃してきますね。いってた、あ、コッコに悪いことコッコに悪いことするからですよこれ。そうですね、こんな、これもね、夢に合うということで、こういうことになりますんで、はい、コッコを見かけたら皆さん攻撃をしてみてください。あれはい、ということでいろいろお見せいただいたんですけれども、はい、なんか他にもこの場所にいろいろありますね。いろいろありますんで、ちょっとご紹介したいと思います。はい、今回のゼルダ無双ハイラルオールスターズの初回特典にはオリジナルテーマといいまして、はい、3DS のあの壁紙みたいなもの設定できるのありますけど、はいはい、それがついてきます。で、今ここその設定にされてますんで、はい、ちょっと見てみましょうか。いきます、じゃん、あの音が
でこれはあの、はい、実際にカーソルのこうの音もさっきの音もそのままですし、はい、これキャラクターもですね、ね、いっぱいいますんで横にぜひぜひ、はい、でそれ以外にもですね、ゼルダモスハイラルオースターズではちょっと豪華版ご用意してまして、うん、まずは、トレジャーボックスという一番豪華なバージョンに、はい、そちらにありますけど、オカリナこちら演奏で実際に吹けますんで、本物、はい、はい、じゃあちょっとまたの機会に吹かせていただこうと思います。はい、そんなものとか、はい、あとはここにあるのが、まあ、コンパス型ペンダントウォッチと言いまして、うん、まあ、ゼルダの伝説でコンパスってこうありますけど、はい、あれのデザインをモチーフにした時計になってます、うんうん、こういったものもありますし、はい、これは、まあ、さっきちょうどリンクがふわふわってこの辺にそうですね、プロクシーちゃん、これがぬいぐるみ、こちらなんか一個仕掛けがあるということで、はい、やらせていただきます。遅かった。そういう、はい、音も鳴るということで、はい、そうですね、これなんかもこう、はい、あのバッグなんかにつけてもらえれば、はい、自分の周りをこう寄せふわふわして飛んでるぞと、なんかあればみたいな聞いてくれっていう時は押せばいいということですね。ついてもらえればと、はい、まあ、こんなグッズがついた豪華版もご用意してますので、うん、あの皆さんどれかお好きなものを選んでいただければと思います。はい、はい、ありがとうございました。それではあの次回はですね、あの主人公のリンクについてもうちょっと説明 したいのと、あとは実際にこのゼルダ無双のストーリーですとかステージについてもうちょっと詳しくご説明したいと思います。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは今回はここまでです。また次回もお楽しみに。